クラウス・エルンツとは、ドイツ左翼党の政治家、社会民主党左派元議長、左翼党前共同党首。2005年から、ドイツ連邦議会における左翼党政治経済専門委員として活動し、2010年から2012年まで、ゲジーネレッチュと共に左翼党の共同党首を務めた。1954年9月1日に、ミュンヘンで生まれた。15歳の時、 彼は父の暴力が原因で家と学校から離れた。1970年に彼は電気技師としての職業教育を始めた。1974年に熟練校職業資格試験を完了し、企業の労働組合の青年部代表と従業員代表に選ばれた。1972年に西ドイツ金属産業労働組合の組合員に、 なり、ハンスプライスの訓導を受けた、IG メタル教育センターの講習を終了した。組合では、ミュンヘン青年部委員会の議長、地方労働組合青年組織の議長を担った。1979年に、ハンブルク経済政治大学で、国民経済学の過程と社会経済学の研究をはじめ、経済学士の資格を授与された。エルンストは、 7週間にわたる金属労働者のストライキの援助のためにシュトットガルトへ出向いた。半年後、彼は組織化、労働教育、社会教育の資格のある労働組合の初期になった。1995年に彼はシュバインフルトの IG メタル労働協議会の全県委任代表。彼はシュトットガルトやシュバインフルトのいくつかの企業の関西委員会の従業員代表になった。 エルンストは1974年からドイツ社会民主党の党員となった。エルンストは労働組合員としてゲルハルト・シュレーダー政権の改革計画やリースター年金アジェンダ2010に通列な批判を表明した。アジェンダ2010についてエルンストは反社会的として反対の立場を取り、その代わりに2005年のドイツ連邦議会選挙では 新しい生活の選挙による選択を目指して、政治同盟の結成を主張した。2004年7月3日にエルンストは、スピード党内派閥、労働と社会的構成のための選挙オルタナティブバイトソジー・ル・グレシティシュキーとディー・ワロー・オルタナティブ、略称はすぐの領収に選ばれた。2004年の夏に、スピード党幹部会は、エルンストの除名を決定した。エルンストは、 翌2005年1月以降、スピードから分裂して正当化し、民主社会党との連合を強めていたワスグの執行部メンバーになった。2005年の連邦議会の前哨戦では、一般的な左翼の原則に則っ,って、PDS 並びに元スピード議長、オスカー・ラフォンテーヌと協力した。最初のワスグと PDS の非公式の選挙協定の後で彼はドイツの選挙では、 イタリアのエルリボのようなモデルの選択の余地のないことが分かった。PDS とワスグによって形成された新しい政党はうまく作動しなかったので、エルンストは PDS の検討中の構想を受け入れ、左翼党内を和解させた。PDS は党名を左翼党 PDS に変更した。バイエルン州の第2回選挙で左翼党は5%を初めて超えた。エルンストは 連邦議会選挙に引っ張られた。そこで IG メタルの全県代表はドイツ連邦議会の議席を獲得した。エルンストは2005年から2010年まで左翼党の党首代理になった。2007年6月にワスグと左翼党 PDS は合併して正式に左翼党になった。その創立党大会で彼は副党首に選ばれた。 2009年の連邦議会選挙でエルンストは左翼党のバイエルン州における立候補者の名簿順位1位に登録された。彼の故郷のシュバインフルトではバイエルン州の得票率の中で最も高い10.4%に達した。彼はドイツ連邦議会では合同委員会及び労働社会委員会の代理委員になった。ロタール・ビスキーとラホンテーヌの2党指導体制の後、 エルンストは、ビスキーの公認に選ばれた。このようにして、新しい役職のために、IG メタルで臨時の役割を与えられたエルンストは、関西委員会を辞職することとなった。ありがとうございます。